どうも、スバタです。今日ね、例の北海道旭川市の女子中学生いじめ投資事件の件で、旭川市の、教育委員会が記者会見を行いました。で、まあ内容なんだけども、とにかくね、長い、ぐだぐだだらだら長いので、お時間のない人のためにね、僕が要約して伝えます。つまり彼らはこう言ってました。まだ、何もやってません。はい、以上です。はい。まあね。まあ、ここまで期待を裏切らないとはね。まあ、誰も期待なんかしなかったと思うけど、もうその通り。何人もまだやってませんでしたね。隠蔽する気満々ですね。でね、そもそもだけど、未だになんかいじめの疑いとか言ってるんだよ。もう、いじめで撮影された被害者の女の子の、わいせつ画像やわいせつ動画を、警察官が確認してるにもかかわらず、ね、いじめの LINE とかも全部確認してるにもかかわらず、未だにいじめの疑いとかつってんのよ。だからね、そもそも彼らはね、もうスタートからずっこけてんのよ。彼らだけなのよ。いじめを未だに認めないの。彼ら以外の、この地球上に住んでいる全ての人間は、いじめがあって自殺したって、認識してるんですよ。北海道旭川市の教育委員会と、いじめのあった学校と、その市、この、三者がなぜかいじめを認識しないんですよね。認識しないっていうか認めないんですよね。本当旭川市の教育委員会は不思議でね、本当に。いじめとして認識していなかったとかさ、北海道教育委員会からもさ、これいじめだからお前らしっかりやれよって言われてんのにさ、いや、指導されたとは認識していませんでしたとかね。すごい。もう何も認識していない、何も理解できないみたいな感じでね。脳みそ入ってんのかよっていうね、感じでね。すごいね。もう、彼らは何のために、教育者になったんでしょうね。不思議だよね。晩年を汚すってこういうこと言うんだろうね。いっぱい勉強してさ、いい学校入ってさ、ああいうさ、指導、教育する立場になったのにさ、もう、全国ネットでさ、もう放送されてさ、ね、民放でさ、全国ネットで恥をさらしてるよね。もう全国ネットで笑いもんだよね。なんでこの人たち、こんなに意味不なのって、思われてるよね。まだそんなこと言ってんのみたいな。いや、いじめあったでしょと。俺たちはさ、今日の記者会見で、いじめありました。申し訳ありませんでしたっていう言葉聞きたいんですよ。聞きたかったのよ、それを。いじめがあったことなんか知ってるんだよ、全員。知ってるんだよ、全員が知ってたよ要は、あなたたちに謝ってほしいんだよね。ふざけてました、隠蔽してました、ごめんなさいって。自分たちに利益がねえからしらばっくれてました、いじめ。何ですか、そんなのありましたっけって。しら切ってました、ごめんなさいって言ってほしいんだよ。いじめのウームとかつってっけど、いじめはあったんですよ。そんなこと誰でも知ってんだよ、もう。みんな知ってんだよ。隠蔽してごめんなさい。しらばっくれてごめんなさい。しら切ってごめんなさいって俺たちは言ってほしいだけだからね。みんな知ってるからね。全国放送で、テレビとかにも流されてるから、ほんとにちゃんとやった方がいいよ。はい、ってことでね、イケメン帰ります。じゃあな。シュッ。